すずりすずりは、墨を水ですりおろすために使う、石、瓦等で作った、文房具。中国では紙、筆、墨と共に文房4宝の一つとされる。すずりよび付属する道具を収める箱をすずり箱といい、古来優れた、工芸品が多数ある。一般にすずり箱は、霧や花輪でできているものが多い。新年の遊女。足元に、 すずりと墨が描かれている。勝川春亭が。現代では、石頭を研磨し平たくしたもので、墨をするために表面に細かく、目を立たせたものを用いる。墨をためるための薄いくぼみを牧地、墨をするための少し高い部分を墨道という。このような、現代に、一般的に見られる、牧地と墨道からなる、すずりの成立は、墨より遅く。 古代には、ニューバッチのようなもので墨を研いで、粉末状にして用いた。早くから、様々な材質と形状のすずりがあったが、古くは、陶すずりが主流で、円形の皿を、多数の足で支えるものが、代表的な形である。なお、日本でのすずりの使用自体は、弥生時代にすでに認められている。糸島市の順次東急遺跡のほか、中原遺跡、 東コタミネ遺跡から出土したのは、製作途上の石製すずりや、それに関連すると推測される遺物である。職人がすずりを作る時には、墨を入れる海と、盛り上がっている陸の間の、滑らかなカーブ状の場所を削るのが、最も苦労する場所となる。すずりは、陶製の陶すずりと石製の石すずりに分けられる。陶すずりは、すずりの内陶製のものを言う。 刀すずりには、すずり専用に製作されたものと、土器片を再利用したものがあり、圧倒的に天用すずりの方が多い。すずり専用のものには、円形の円面すずり、動物などをかたどった、継承すずり、部首の器部の形をした風技ざすずり、長方形の長方すずり、宝手形の宝手すずりなどがある。日本で最古の刀すずりは、 はやぶさ城ガマートから出土したアスカ時代のものである。実用面では石すずりに及ばないが、彩色、形状に趣があるものも多いため、鑑賞用として飾られることもある。なお、時期のものは地すずりと称する。中国では陸長時代の終わりに石製のすずりが登場した。東大に石すずりが高級品として登場し、下って、 宋代に普及品市場も石すずりが占めて、現代に至る。日本では、石すずりは10世紀頃から見られるようになり、刀すずりは次第に使われなくなった。すずりには、刀剣と和剣がある。刀剣、和剣ともに、産地、材質、形式、彫刻の模様などにより、様々な種類のすずりがある。中でも、探形すずり、九十すずり、 川緑石すずり、清泥すずりが有名で、中国の両すずりの四宝と言われる。他にも、松花江緑石すずり、鉱子石すずりなどが存在し、品質、価格とも様々だが、上級品は、墨の振り、初積みに優れており、高価に取引されるものもある。日本のすずりの材料産地は、山口県宇部市の赤間石、宮城県石巻市の小勝井 三重県熊野市の那智黒井、山梨県早川町畑の原明来等である。その中でも、赤前市と小月井市の二つは100年以上の歴史があり、国の伝統工芸品指定を受けている。しかし小月井市は2011年3月の東日本大震災で、石巻市の旧小月町地域が大きな損害を受け生産が停止したため、入手は困難になった。 探偵すずり、中国関東省広州の西方100キロメートルほどのところに、はじめ喜びという町がある。この町は、西江という川に臨んでいて、東に、小野か山がそびえる。この岩山の間を曲がりくねって流れ、西江に注ぐ谷川を探偵という。深山遊国と形容される、美しい、この場所で探偵すずりの原石が掘り出される。 探偵の石が硯に使われるようになったのは、東代からで、壮大に量産されるようになって、一躍有名になった。この頃日本にも渡ってきたと言われる。紫色を基調にした、美しい石で、石の中の単緑色の斑点など丸みを帯び中に、深淵を持つものを、目という。鳥の目のような模様もある。この門は、石蓮虫の化石と言われてきたが、 石岩は一種の含む、鉄質結核体であることが実証された。つまり酸化鉄などの鉄の化合物が時気を帯びて集まり、形成されたものである。こうした含む、鉄質結核体が沈積し埋蔵された後も、岩石生成過程で絶えず変化して、鉄質成分を集め、傘の数が幾重もある、石品を形成した。実用には関係ないものだが大変珍重される。 単形の石は、細かい彫刻にも向き、様々な衣装の彫刻を施した硯が多く見られる。単形硯の価値の第一はスルースミ液が持つ、バチ墨の範囲の広さ、良さである。第二、第三と続く価値は、硯としての本質に直接関係しないが、その視覚的美しさであり、目等々の石門の現れ方、そして彫刻の成功さ、色合い、模様などによる。 第一の価値を除けばいずれも美術、芸術面からの価値であり、そしてこれらの作すずり時代により骨頭的な価値が加わる。探偵すずりには採掘される項によって以下のようなランクがある。九十すずり探偵すずりと並び称される名剣に九十すずりがある。このすずりの原石は南京の南2 0 0トルの9県から掘り出される。付近には 観光地として知られる鉱山があり、この辺りは、奇怪な岩石の峰が無数に林立する山岳地帯である。九県は、その、鉱山の南に位置し、昔は、九十と言った。九十すずりは、探偵の女性的な、あでやかさに比べ青みを帯びた黒色で、男性的な重厚さと抜群の質を持つ。比重は重く石質は、硬く、叩くと探偵よりも、 金属的な高い音がする。液体のために細かい彫刻には向かない。すり味は、単形の滑らかさと違って、鋭く豪快に実によく折り、墨色も真っ黒になる。このすずりは、薄着布を2枚重ねた時に現れる、波のような模様、ラモンが特徴である。採石期間が短かったため減損する、90すずりは、極めて少なく、 単形すずりに必死約5%程度と思われる。川緑石すずり北総中期の川の深底から採石された。単形すずりを超える名件とされるが、川の氾濫により採石場所が不明となったため、短期間で途絶えた。現存するものは極めて貴重であり、入手はほぼ不可能である。現在販売されている単形緑石、新川緑石などは、 全くの別物。清泥摺すずり清泥摺については石を原料としたとする自然積雪と泥を焼成したとする焼成すずり説が存在する。寝台初期頃まで作られていたとする焼成すずりについては当時の技術では焼成清泥すずりを作るための高温を出せるまは作れなかったとして疑問が提される場合もある。当時の製法では この高温が不可能であったため、小生清泥泥すずりの製法書とするものにはあったかも、魔術のような高等無形な製造方法が述べられている。このように製法については現代でも解明されていない部分がある。潤いを含んだ素朴さを感じさせるすずりで石すずりの火ではないと言われている。清泥泥すずりの最上のものは、魚、後期吉泥で、その次は、緑豆さ。 清泥である。清泥硯の代表種の一つ、エビ頭くれないと呼ばれるものはその名の通り、エビを茹でるか焼いた時の海老頭の渋い赤色である。それぞれに、硯としての品質差があり、この品質差は見る者の,の感覚により変化する。松花江緑、石硯吉林省消化工場流域で採掘される。緑、黄色系の島状の模様が特徴。 新朝期に名品が多い。これは新朝が満州族によって建国されたため、不その地に近いところに良いずり石の産地はないかと調べた結果、吉林省で発見されたことに由来する。公史すずり三等省青州の黒山にて発見された。高褐色に紅色の糸状の模様が特徴。壮大頃に良質の原石が枯渇したため衰退し、 現存するものは少ない。現在この名称で安価に販売されているものは、ドメノオセキという偽物の可能性がある。スズりは、半永久的に使えるものであるが、そのためには、手入れが必要である。スズりは使っているとだんだんすり減って、ついにはツルツルになってくる。こうなると、墨がすれないので、スズり用の砥石で、スズり面を研ぐ。これを方棒を立てるという。 すずり面に光を当てると方棒と呼ばれるキラキラと光る細かい宝石のような粒が現れ、これで墨が擦れる。この方棒が細かく密に、そして均一に散りばめられているほど墨色は美しく出る。また、方棒が鋭く強いほど墨は早く擦れるが、あまり方棒を立てすぎるとかえって良くない。立てすぎた場合は、する墨の際に金属音がする。 すずりを使ったら、脱脂綿面などを使い、必ず隅々まで冷水できれいに洗う。宿墨を残しておくと新しく刷った炭も腐ってしまう。また刷った炭の断面を、すずりの上に立てて保管してはいけない。良いすずりほど炭が張り付いてしまい、無理に取ろうとするとすずりの面が剥がれてしまう。その場合は、接着面を水で濡らし、しばらく置いておくと、うまく剥がれることがある。 近年、方棒を痛めず、経年溜まった炭を取り除くことができる書道用、洗浄液が販売されているので、簡単にすずり面をきれいにすることができるようになった。本来、洗いすずりという言葉自体は、文字通り、すずりを洗い清めることであるが、すずりの場合、水中に浸すと石の文様などがわかりやすいため、その干渉行為を特に、洗いすずりと称し、 愛好家などが行う、すずりの鑑賞会を、荒いすずり会と呼ぶ。実際の荒いすずり会においても、清水を張った水盆などにすずりを浸して鑑賞する。ありがとうございます。